ポンツーン式の軍橋を渡るアメリカ陸軍。隣に敵軍によって破壊された橋の残骸が見える。軍橋は、都下作戦などの軍事上の必要に応じるために軍隊によって仮設される橋である。戦場においては敵軍によって橋が破壊されていたり、あるいは川などに元から橋のない地点を渡る必要がしばしば生じる。そこで、そうした場合に軍隊によって建設されるのが、 軍協である。軍協の仮説は公平の任務である。ただし簡単敬意なものは他の兵士によっても仮説される。構造的には通常の固定橋脚橋、ポンツーンの2種類が利用される。さらに固定橋脚橋は3つに分類される。そのため、軍協の大半は船橋で固定橋脚は川岸近くなどだけに使われることが多い。 軍橋は軍によって傾向される、正式機材によるものと、現地で調達した応用材料で建設されるものがある。正式機材による橋梁を、効力によって分類していた。応用材料による、軍橋は、用途によって分けられる。他に、特殊材料が用いられた重橋系統化鏡、軽トカ機材がある。陸軍が、長江などの河川で、軍橋をかける演習を行っている。 1> 幅 1km を超える河川でも30分程度で書ける。ありがとうございます。